What's up guys? ケントです。ダフトレです。ということでね、はい、今回ですね、うん、こちら用意しました。はい、これ何かと言いますと、うん、デニムですね、うん。ジーンズなんですけど、まあね、ちょっとパッと見、見てわかると思うんだけど、薄めをちょっと今回ねピックしましたね。ピックしまして、うん、やっぱね春ということでやっぱりこう濃紺のねデニムより、うん、こう薄めのデニムがちょっと入ってくるというか、そう夏に向けてね、うん、なんで今回はこのちょっと色落ちしたデニムのコーデということで、はい、春に向けてちょっとやっていこうと思います、うん、今回ね4本用意したんですけど、はい、まずこちらがリーバイスの66前期ですね、うん、のものになってまして、うん、こんな感じで、はい、まあ薄いっつっても、うん、まだまだこれはね色はあるんだけど、めちゃめちゃいい色落ちですね。めちゃくちゃいい色落ちですねこれね、うん、こんな感じのものですね、はい。まあ、これもコーデでね見てください、うん、ちゃんと、うん、続いて、はい、こちらなんですけど、うん、こちらがリーバイスのビッグイです、はい、ビッグイなんですけどこんな感じの、これは結構薄めで、はい、ねこんな感じなんですけど、うん、これもいい落ちだね。そうだね、ダメージもすごいですけど、うんうん、こちらですね、はい、で続いてこちら、うん、リーバイスの505ですね、はい、のこんな感じで、これは結構薄い、ほんともう色落ちっていうよりは、うん、なんだろうな、こうのぺっとこう全体的にめっちゃ洗濯して落ちた感じのデニムです、うん、はい、で最後に4本目、はい、こちらシアーズのこちらペインターです、うん、ペインターのデニムなんだけど、これはね色落ち薄いんだけどなんか白くない、うん、なんかほんと全体的に綺麗に落ちてる感じのデニムなんで、うん、これもまたなんか一つ味がね違って面白いと思います、はい、ということでね、はい、こんな4本なんですけど、まあ、春に向けてねちょっとこんな1個ずつ組んでみたんで、よかったら見てみてください。はい、このコーデなんですけど、うん、まあスウェット1枚でさらっと着たい感じのコーデということで、うん、まあ、組んでみたんだけど、まあ、春ということで、うん、まあ普通にスウェットとかパーカーをねまあ、1枚で着る時期だと思うんで、うん、まあ、ちょっと前にもさスウェット紹介しますとかパーカー紹介しますって動画やったじゃん、うん、まあ、その中でもいろいろ紹介したんだけど、まあ、コーデとしては出してなかったんで、まあ、こんな感じでスウェットで1枚で組んでみました、うん、で今回のね、まあ、メインアイテム、うん、デニムなんですけど、こちらがですねシアーズの、はい、まあ、デニムパンツになります。でもペインターパンツですね、うん、これはでこのね濃淡がない感じがまたいいよね、うん、いいね、色落ち一つで、うん、まあ、デニムのこの雰囲気というか、うん、まあ、全然変わってくるから、それもまた面白いところですね、うんうん、でこのねパンツのいいところはまたシルエットがめちゃくちゃいい、めっちゃいいですね、わかるかなこれ、うん、なんか生地がこうストーンとこう落ちてる感じがあって、うん、なんか若干こうなんかフレアしてるみたいな、うん、ね、足元フレアしてるのかなぐらいのこのシルエットで、すごい綺麗なシルエットだと思う、うん、うん、でこのパンツいいのはね、このステッチとかがさ、横のトリプルステッチなんだよね、うん、ここか。で靴がですね、これは US ネイビーのサービスシューズなんですけど、はい、まあこれも結構ずっと履いてるアイテムなんだけど、うん、ちょっと履きすぎてね、最近ちょっとやばくなってきた、もう、うん、ボロくなってきちゃって、うん、ちょっと休ませてんだけど、うん、最近は。でもちょっと久々に履いてみました。でスウェットがこれ MV スポーツ。はい、90年代ぐらいのやつなんですけど、うん、これもねこの前そのうちらのねスウェットとかパーカー紹介した動画あるんだけど、まあ、それ見てもらえばね、うん、これも紹介してるんだけど、まあ、こんな感じで結構ボロなんだよね、そう穴とかみたいにするんだけど、それがまた雰囲気でいい感じで、でこの穴からさ中のインナーがね、うん、こう見えるんだけど、これでだからわざとちょっと黄色のこれグッドオンの T シャツなんだけど、ちょっと色味を入れてみました。でキャップがエベツフィードなんですけど、はい、これもねもうしょっちゅう俺がめちゃくちゃかぶってるんだけど、うん、やっぱこのシンプルじゃん、うん、この水色グレーできてるからちょっと差し色みたいな感じで、うん、このオレンジで入れたって感じですね、はい、で首元はこれも前に多分紹介したかな、アリゾナフリーダムの非売品のやつですね、はい、ああそうか、そう非売品でもらったやつです。で指輪がこんな感じで、うん、スプーンリングとターコイズ、うん、で、バングル2本つけてます。あとですね、メガネ、これがユニバーサルオプティカルの60年代ぐらいだったかな、うん、のやつです。続いて、はい、これなんですけど、まあこんな感じです、うん、なんかね、こういう風にやっぱりラフに着るのが好きで、うん、まあ、今回はこんな感じで組んでみました。いいですね。で、メインの
ジーンズなんですけど、これはリーバイスの505のアメリカ製のやつです。で、まあタフトがね、うん、さっき紹介した、スウェットが、グレーのスウェットだったんだけど、今回はこの黄色っていうちょっと派手色を入れてこういう風にしました。やっぱいいね。いいですね。やっぱりこの差し色、春なんで、明るめの色を持ってくるとやっぱ映えるね、これ。映えるね。で、キャップも緑っていうね。そうだね。この感じもなんかアメリカっぽくていいと思います。シューズなんですけど、スリッポン。バンズのチェッカーフラッグのスリッポン入ってます。これやっぱり俺が好きで、やっぱこのジーンズとこの組み合わせがやっぱめっちゃかっこいいんですよ、これ。かっこいいね。ラフにこう着れるんで。で、ジーンズはさっき言ったように505。リーバイスなんですけど、この色合わせの感じが気に入ってて、なんかこのチープ感っていうか、そのヴィンテージヴィンテージしてない感じがいいですよね。色落ちもめっちゃ選択しましたみたいなね。そう、うん、でやっぱ黄も使わなくてね、全然こう履けるんで、こういうの1本持ってるとやっぱいいと思います。これそうね、春に向けてもね、この色このいいんですよね。でこのスウェットなんですけど、ルーシーズベーカリーのキッチンっていうね、このボブさんのお店のスウェットを着ました。そう、うん、これいいデザインだね。これデザインいいっすね、マジで。色合いといい。そう、ボディがですね、これギルダンなんだけど、ギルダンの L なんだけど、結構これいいね。これサイズいいね。そう、うん、なんかこれアームコールの感じとか身幅もいい。そうでね、結構このリブがね、なんかこう触ると強くないんだけど、意外にここに溜まってくれるんだよね。そう、それもなんかバランスがいいね、これね。いいね。で、キャップがですね、これもまたミッションディストリクトのやつで、このメッシュキャップだね、後ろは。そう、これも今後発売します。夏ですね。はい、こんな感じです。こちらです。はい、でこちらなんですけど、その好きなタンタケの、このね、ドリズラージャケットを着る感じのコーデなんですけど、でこちら今回のね、メインアイテムのデニムがですね、こちらリーバイスの66前期のものになります。で結構ね、やっぱ色がいいですね。色いいですね。で最近やっぱデニムこうヴィンテージの履いてなかったけど、改めて履くといいなと。そうですよ、めっちゃいいですよね、改めて履くと。ちょっとテンション上がる、ね、アイテムだね。やっぱり雰囲気が違いますね。雰囲気違うね。このねパンツなんだけど、やっぱウエストはちょっと大きめに履いて、このワイドにこう履いてる感じです。で靴がですね、これはレッドイングの PT91 エンジニアブーツです。こんな感じの、これもずっと履いてるやつですね。やっぱワイドなパンツだから、やっぱ下もね、こうブーツみたいにこう存在感あるやつで、負けない感じでブーツにしました。スウェットはですね、こちらアキラのスウェットなんだけど、これアメリカで買って、多分初めて来たかな、3年前ぐらいに買ったけど初めて来た。寝かしてました寝かしてました、はい、マジで。でこれブートだと思うんだけど、このアキラの USA 製のこのジャージーズのボディにこうプリントしてあるやつですね。でこのジャケットが、このドリズラジャケット、タンタケのやつなんだけど、これがボーイスカウトのねやつで、結構古いと思う、これも、すげえいい感じにやれてて、日焼けとかしててね、これは好きなアイテムですね。でジャケットこんな感じで、このボーイスカウトのワッペンがね、この背中と肩についてます。このね、ちっちゃいワッペンここに真ん中につけるという、なんか、いいよね。これはいいですよね。いいんだよこれ、マジで。で日焼けもめちゃくちゃしてて、いい感じですね。これ襟もいいんだよね。襟もね、黒なんだよね、ワンポイント、これはかっこいい。でこのネックレスつけてという感じです。あとは、ポケットにバンダナとか、こっちかキーとかね、つけてる感じです。でキャップが、これはサンフランシスコシールズのキャップです。エベッツフィールドのやつです。で、春ね、に向けてロンティー1枚でコーデ組んでみました。はい、この時期になりたいですね、もうだね。もうちょっと暖かくなってくるのを想像して楽しみだね。今回のメインアイテム、このデニムなんですけど、これがリーバイスのビッグイー、多分60年代ぐらいのパンツです。やっぱね、普
通の今のやっぱパンツとね全然なんか違うね。雰囲気がいいね。見た目がやっぱりすごい、やっぱり色落ちいいですねこれ、うんうん、で結構ねこの、まあ、ダメージとかあるんですけど、うん、まあこのまま着てますね今は、うん、でまあこれもねリペアしたいんですけど、うん、まあ今こんな感じです。で下からですねドクターマーチンのこれね結構90年代ぐらいの多分やつですね、うん、あれじゃないのこれアメリカのそう今で買ったやつだね。でパンツがさっきも言ったリバーサンビッグ E これもねやっぱりねサイズ感といいいいんすよね、うんうん、結構ジャストな感じでそうね履いてます。でなんか丈感もさ、うん、すごいこれ折ってこのソックスが見える感じで、うん、すごいいいんすよねこれ。で T シャツなんですけどこれはですねまあ我々のブランドミッションディストリクトとグッドのコラボの T シャツです、うん、チェッカーフラッグのこれがね、まあ、1枚で着てもいいし、うんまあ、ベスト着てここが見える感じもすごいかっこいいんですけどまあこれめちゃめちゃいいです。いいね。うん、あとねこのねネックがね結構広めだから、うん、1枚着た時になんかかっこいいんですよこれ。かっこいいね。そうこう見えてね、うんうん、でキャップだね。キャップがミッションディストリクトのコーディロイのキャップです。新作ですね。はい、まあ、今後発売予定ということで、うん、そうはい、はい、こんな感じです。であとですねこの、まあ、キーチェーンをつけてみます、うん、こんな感じです。はい、ということで、はい、組んできたんですけど、うん、やっぱりねこう春に向けて、うん、この薄いこの感じのね、うん、デニムもいいね。いいっすね。うん、うんリーバイスのヴィンテージはもうもちろん言うことなく色落ちがいいし、うんまあ、こういうなんかシアーズみたいなスターブランド系のこういうねなんかちょっと色落ちしたやつでもまたね可愛いっていうかすごい良かったね、うんうん、ただこの505のね、うん、こののぺーっとしたっていうか結構もうね、あの気使わないで洗った感じのやつも本当春に向けてめちゃめちゃいいと思うんで、うんまあ、ヴィンテージも1本持っておいてもいいし、うん、こういうのもやっぱ1本持っていってもね重宝するんで、うんまあ、少しでも参考になったら嬉しいですね、うん、そうね、うんまあ、これはしかもまだお買い求めしやすい価格で売ってるから、うん、全然ね、うんうん、で古着屋で探せばあると思います、うんはい、で今回ね、はい、コーデ組んでみて、うんもっとなんか春の色のジャケットをうちは持ってないっていうことに気づいたよね、うんうん、なんか渋みたいな、そう、うちは話してて、ねねうん、渋いなみたいな話になって、うん、これからちょっとね古着屋またいろいろね、はい、行こうと思ってるんで、うん、ちょっと春物、うん、カラーをね確かに取り入れた今年はカラーでそうもうちょいなんかね、はい、夏はさそのガラシャツとかシャツで色あるんだけど、うんうんなんかちょっと薄めのこうねジャケットとかで、ね、なんかあんまね、うん、色がこう春っぽいものを持ってなかったんで改めて気づいたね。だから次の Vlog とかで確かに渋いの買ってたらコメントしてください。確かにそうだねはいっつって、うん、渋いの買ってんじゃんだよね、うん、で近々ねうちらも、ねうん、Vlog の予定があるんで、 あるんで、まあ、確かにテーマはね、うん、そカラーをそうこっちじゃ取り入れていきましょうか、はい、そうだね、はいうん、絶対渋いの買っちゃうんだけどね買っちゃうのね、うん、しょうがないんだよね、うん高評価とコメントくださるとモチベーション上がるんでよかったらお願いします、うん、あとですねソーシャルメディアこちらにやってるんですけどそちらのフォローとチャンネル登録もしてない方はチャンネル登録もぜひぜひお願いします。では次回お会いしましょう。バイ、はい。